どうも、みさこんにちは。キュウガです。今リビングに3ヶ月前に YouTube を始めたタイタイという僕の小学校からの友人がいるんですけども、今回はどんなにつかげてきてもらえないタイタイがゲームの中に編集の力でいるドッキリやっていきたいと思います。3ヶ月もね、やっぱりね、 YouTube って言ったらね、ドッキリの一つや二つたくさんやっぱかかってかないとダメですから、やっぱ YouTube の先輩としてね、海外のドラマがゲームになったっていうね、ゲームなんですけども、大体ね、ゲームオブスローンズの原作のドラマ、海外のドラマ知ってると思うんですよ。大体高校の時とか1年間で700本ドラマとか映画とか見てるみたいな感じで言ってたんで、前ね、何して、どういうの疲れた、もう疲れたもん、いい香り、寝かかりでいつも俺めっちゃ匂いかかるね。だって今ドラマとか映画とか見てる、普通にめっちゃ見てるよね。ドラマのさ、海外のドラマのさ、ゲームオブスローンズって知ってる？ゲームオブスローンズ知ってる。さ、なんか多分三大ドラマとかいったら多分入ってくるぐらい。マジ？長編だ。シーズン8ぐらい。めちゃめちゃなんかオバマ大統領に捕まってる。さすがだな、マジで。え、オバマッチがない？オバマッチってね。お前誰やねん。オバマ大統領もなんかハマってるみたい。シーズン2ぐらいまで見た。あ、マジか。いや、そう、なんかそのゲームオブスローンズの企業さんから、うん、キヨさんちょっとぜひ遊んでほしいですみたいな、あ、そういうのが来たもらって、そうそうそう、うん、まあ、タイタイと一緒に知ってんだったらタイタイやったらさ、ちょっとおもろいやん、ちょっと動画撮れたらなみたいな、いいっすね、で、なんかその紹介ビデオ作ってきたやん。ゲームオブスローンズの元のドラマってどんな感じなの、あらすじ的には。ファンタジーなんだけど、ファンタジー、王位継承争いみたいな意味なんだけど、フィクションの世界で、その王位継承の争奪戦みたいな、王座争奪戦みたいなのがあるんだけど、うん、こう生々しい、生臭いドロドロの人間関係とかも含めて、その王座争奪戦みたいな、もちろん中世の世界観で、なんとかの戦いとかがっつりやって、わーみたいな、それぞれの領地があって、まあ進行したりとか。はい、あ、ゲームでも言うとそうだと。そう、これ俺の、あのゲーム画面、普通に、うん、これとか普通にドラマで出てくるキャラってことでしょ。これとか普通にドラマに出てくるキャラってことでしょ。これとか普通にドラマに出てくるキャラってことでしょ。ロブ・スタークっていうのは、はい、まあ、そのスターク家っていうのが一家があって、はいはい、その後継ぎみたいな、次期王様みたいな、言ったらこうステータスとかもあって、人ってさ、俳優さん、俳優さんですよ。あ、そうか、めっちゃリアル。ドラマ見てる人からしたら、あの人やみたいになってくる。なると思う、絶対なる。次で言うとこんな人でもいいの、こうラッセルって人。次で言うとこんな人でもいいの、こうラッセルって人。もともとはこれ俳優さんってことでしょ。多分ね、この人もいいのかもしれないけど、ちょっとでも、ね、こう王の盾とか王の手っていう ポジションが、はいはいはい、はい、だから多分全然あると思う。あー、なるほどね。ゲーム的にはなんだろうな、他の人のなんか土地っていうのかな、領土をこう攻撃していくみたいな感じなの。感じなの。だからタイタイとのなんかその一緒にこうやっていくみたいな動画を例えば撮るとしたら、うん、どこ攻めるのかとかも大事だしみたいな感じ、うん、次これあって、なんか家族っていうのがあるのよ。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 家族っていうのがあって、チームみたいな。そう、なんかそのギルドっていうのかな、分かりやすい感じで言うと、うん、対戦とか、まあ、あと協力みたいな感じができるっていう感じ。一緒にこうできたり、そう普通にね、仲間内で。だからなんかそれもちょっと動画に伝えられたらいいなっていう。ああ、なるほど、みんなでやる感じ。そうそう、みんなでできるんですよ、うん、そう。どうした、こう俺のあれありそうっすね。こういう文章があるんですよ、その一家によって。はい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 、なるほどね、うん、なるほどね、うん、なるほどね、うん、確かにそうなの。じゃあちょっとこ、なるほどね、うん、確かにそうなの。じゃあちょっとこれやって、ちょっとね、タイタイもダウンロードしてさ、うん、なるほどね、オッケー、そうです、そうなるほどね、なるほどね、めっちゃいるよ俺。しかもこれ高校生の時の写真だよね。なんでこんなイカついやつ撮んの。俺これまず作る時積もってたのに。いやいや、イカすぎる。もっといい写真あっただろ。じゃあ彼ら待って、なんでしょうね。このゲーム紹介中にもし自分がゲーム内にいたらいつ気づくのか検証しちゃうの。何回出るの。3回。このさ、
いた。タイタイが、ここからの編集してる時の顔ね。だってさ、エアポーズつけてるよ。そう、エアポーズつけてる。実は下にタイタイ、あの、いや、エア、何編集中のタイタイと、これはね、なんかニコニコしてるタイタイ。普通に笑ってるじゃん。普通に、普通にタイタイ。そう。で、ここもあるよ。家族の紹介あったじゃん。ゲームっぽく、タイタイくん。分かるわけないやん。難易度高すぎる。言ったらこれ日本、韓国、東南アジア、香港、マカオで同時にリリースされてるわけ。もうされてるわけ。大体もうダメって言ったら結構先行リリースっていうか。でもさ、ゲームオブスローンズドラマ見てる人多いと思うから。今回で言うと、うん、言ったらまあちょっとゲームの触りのところとかっていうね。大体もちょっと、なんかビシッとしだしたやん、今。言われてるんですから、それが。ぜひね、動画の説明欄にダウンロードリンクございます。ぜひともね、ゲームオブスローンズのドラマ、見てた方、ぜひともやってほしいなと思いますし、見てなくてもね、もちろんこれからドラマ見るでもいいと思うんですけど、まずゲームね、やってみてください。動画の説明欄にリンクございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。